星見の塔、ひょっとしてこっちの方か。前に見た位置を考えるとその可能性はありそうね。ま、とにかく行ってみようぜ。ですね。見かけるぞ。俺の番だな。えいってや。チャンスです。皆さん、お願いします。了解。分かった。アイサー。そこです。そう。そこ。そこ。俺の番だな。ふん。任せてくれ。やっと。俺たちの力だ。とっとと終わらせるぞ。俺の番だな。セット。おっしゃ。ずい。私の番です。あっ、さて、畳みかけるぞ。ありがとう。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。わかったわ。オッケーです。そう。そこ。あ。
よし、もう大丈夫だ。畳みかけるぞ。任せてくれ。よっ、やはい、あっ、私の番ね。任せろ。あっ、俺の番だな。よっ、や
さてと、えい。さてと、そこ。おっしゃ。ふん。俺の番だな。さあ、と。行きます。そこです。私の番ね。そこ。おっしゃ。よし。行くぞ。セット。行きます。えい。行くぜ。よし。よっ、いや。さてと、そこです。敵集団、撃破しました。やっは。敵接近、狙い撃つわ。私の番です。任せろ。ああ、よし。やっは。はい。ああ、私の番です。そこです。ダメダメです。私の番ね。おっしゃ。ふん。おととい来やがるってな。よっしゃ、畳みかけるぞ。やっは。ええ、ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。わかったわ。ふん、そこ、そこ、はい、任せてくれ。よっ、いや、私の番ね。俺の番だな。つい。任せてくれ。やっは。任せて。任せろ。ああ、やっ、助かりました。ああ、よし、セット。私の番ね。はい、
エイ。おっしゃ、次任せてくれ。エイト、よし、もう大丈夫だ。よし、やったぞ。先制可能、始めましょう。やった、チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。え、オッケーです。アイサー、リア、任せろ。ふん、俺の番だな。セット、私の番に。そこ、私の番です。あ、お返しです。よし、エイト、まだまだいける。Thank you.
よし、たたみかけるぞ。わかったな。はい。やっ、ここです。行きます。あっ、私の番ね。やっ、俺の番だな。そうだよ。俺の番だな。さてと、そこです。おっしゃ、ずい。よし、えいっと。これが俺たちの力だ。俺の番だな。エイディア、チャンスです。皆さん、お願いします。ああ、ええ、そこです。いや、そこ。任せて、そこ。さあ、先を急ぎましょう。星見の塔、やっぱりこっちの方だったか。でも、あ、警備隊の車両みたいだけど。ああ、警備隊で使っている軽装甲機動。なんだってこの。直接聞いた方が良さそうです。誰の仕業なのかな。こんな場所に入る物好きなんていると思えないんだけど。おーい、あなたたちは。いや妙なところで会うもんだな。ロイドさん、ランディ先輩、ティオちゃんまで。ご無沙汰しています、ノエル総長。その説はどうも。お久しぶりです。ところで、どうしてこんなところへ。あまり人が立ち寄る場所じゃないと思うんですけど。なあ、少し事情があってね。それより、そこのフェンスはどうしたんだい。何者かによって破壊されたみたいなんです。もともとこの塔は危ないから警備隊が封鎖してたんですけど、私も定期巡回をしていて、ちょうど発見したばかりで。
そうだったのか。このタイミングで破壊されたフェンスか。十中八九犯人は見えたな。そうね、実はカルバートの東方人街からやってきた暗殺者。ええ、そうなんです。その人物からこの塔で待っていると伝言を受け取って。それでダメ元で調べに来たんだけど、どうやら本当に待ち受けているみたいだな。街ではそんな。いや、あえて乗ってみるつもりだ。え、相手は危険な犯罪者でしょ。どんな罠があるかもしれないし、なんだったら副司令に頼んで警備隊から応援を。いや、相手は相当なプロだ。下手に大部隊を動かしたら感づいて逃げられるだけだろう。ここは少人数で行くのが正解だぜ。それはそうかもしれないですけど。妹さんのことはむしろ俺たちが世話になってるくらいなんだけど。まあいいんじゃないか。腕も立ちそうだし、ここは手を借りておく。そうですね、バックアップがいれば私たちも。た問題はインが警備隊員を警戒しないかくらいだけど、一人なら大丈夫じゃないかしら。そうだな、ノエル総長、よろしくね。ええ、こちらこそ。10年近く放置されてるみたいで、本当はちゃんと調査をした方がいいとは思うんですけど。ま、あのことなかれ主義の指令だ。はあ、そうなんですよね。
先輩、よくあんな指令の下で働いていましたよね。私にはとても無理ですよ。だから俺も警察なんかにいるんじゃねえか。ああ、あら、あなたが警備隊を辞めたのは女性関係が原因じゃなかったの？そういや、そんな話をしてたな。おっと、まあそれもあるけどよ。おかしいな。ベルガード門にいる友達からはダンディ先輩の浮いた話ってあんまり聞きませんでしたけど。ああ、いろいろあんだよ、男と女の関係ってのはな。あ、どうした、ティオ、何か気になる？いえ、どうやらこの場所は少々変わっているようです。変わっている？どういうことだ？地、水、火、風、四属性以外の上位属性が働いている気配を感じます。それってオーバルアーツの属性のこと？水、火、風のアーツが弱点という魔獣はいますよね。ですが、上位属性である時、空、幻のアーツに関しては強力ですが弱点の魔獣はいない。その法則が、よくわからないけれど、要するにアーツの効き方が他の場所とは違っているんだな。ええ、ま、この音は魔獣か。な、これは、おいおい、こいつは何の冗談だ。話は後よ、来るわ。もらったぜ。任せてくれ。やっと。私の番ね。やっ。おっしゃ。私の番です。
任せてくれ。俺の番だな。さてと。あ、おっしゃ。ふん。よし。えいは。さてと。えい。任せて。なんだ今のは。明らかに普通の魔獣とは違いましたね。かといって人間が入っていたわけでも。まさか。よくわかりませんが、動力仕掛けのからくりではなさそうですね。中世に魔導士が作ったというゴーレムみたいなものでしょうか。おいおい、なんでそんなものが動いてんだよ。ひょっとしてこれもインの罠なんじゃねえのか。わからない。たださっきティオが言ったことは正しかったみたいだな。そうね、戦っている時今までにはない感じがしたわ。幻、上位三属性か。おそらく霊的な乱れが発生しているのではないかと。それ以上のことはちょっとわかりませんが、どうやら放置していたのは完全に間違いだったみたいですね。皆さん、あたしとしてもこの塔の中をちゃんと調べたくなってきました。ああ、慎重。Thank you.
し、一気に行くぞ。えいっ、任せて。やっ、行きます。えい、行くぜ。あ、行くぞ。やっは、私の番です。えい、おっしゃ、ぜい、よし、セイディア、甘いってろ。これが俺たちの力だ。
私の番です。えい。今だわ。みんな行くわよ。オッケーです。さあ先を急ぎましょう。先制可能。始めましょう。はい、そう。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。ええ、オッケーです。トン、サゾー、私の番です。そこです。ええ、任せろ。俺の番だな。行きます。そこです。敵集団撃破しました。先生、気をつけて。よし。セイト。はい。行くぜ。それ俺の番だな。行きます。ドライブ開始。さて、任せろ。任せてくれ。えい。
さてと、そこです。よし、セッハ援護します。俺の番だな。エニグマ駆動。任せてくれ。エイディア。さて、任せろ。フン。はい。あ。そこだ。任せてくれ。セッティア。任せて。さてと、あ、任せろ。ぜい。おととい来やがるってな。始めましょう。
さてと、えい。私の番ね。さあ、先を急ぎましょう。との戦闘を開始。任せて。ガンラーモードを起動します。収集を開始します。さてと、元と生き上がるってな。始めましょう。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。アイソー、分かった。 OK です。はっ、はい、はっ、私の番です。はっ、任せて。そこ任せろ。ふん、よし、よし、もう大丈夫だ。
撃接近。行くぞ。狙い撃つ。よっ、ディア。はい、そこです。さて、やっ。任せろ。ふん。ちょろいぜ。行くぞ。セット。任せて。
します。ああ分かったわ。あっいや、そこ敵集団、続けてきます。そこだ。おっしゃ、俺の番だな。よっ、いや、さて、そこ行きます。あ、おっしゃ、おっしゃ、いい感じだぜ。はい、えい、行くぞ。えい、いや、任せろ。ふう、よし、やっは、よし、もう大丈夫だ。よっしゃ、畳みかけるぞ。よし、セイディア、チャンスです。皆さん、お願いします。ああ、分かったわ。そこです。ディア、そこ、そこ、さて、はっ、おっしゃ、ふん、よし、やっと、さて、やっ、行きます。えい、行くぜ。ふん、俺の番だな。えい、はっ、これが俺たちの力だ。
て直すぞ。了解です。そこだ。